千葉県の成田山新勝寺で年末恒例のすす払いが行われました。日の出前から40人の僧侶などが長さ10メートルの笹竹を使って軒下の埃を払い落とし、刷毛などで仏像や仏具を磨きました。江戸時代に始まったといわれるすす払いは伝統行事の一つで、毎年12月13日に行われています。